遊撃,遊撃手、遊撃手、遊撃手、とは、野球において二類と三類の中間を守る、内野手。守備番号は6、英略時は、SS、ショートストップから、日本ではショートとも呼ばれる。二類種と並んで、内野で最も高い守備技術を要するポジションであり、守備の花とも称される。守備陣の中核を担い、野手同士の連携において、 遊撃手の手を借りないプレーは滅多にない。通常は2.3塁間に守備位置を取り、12塁間に位置する2塁手と対象をなす。3塁後方の浅いフライやレフト前からセンター前の打球に対応し、投手や3塁手のバックアップも行うなど担当する。守備範囲は広大であり、内野ゴロの補給から送球までに許される時間が短く、加えて、 内野の深い位置からの送球も多い。そのため、それらをカバーするための高い身体能力と高い反応力に裏打ちされた俊敏性、補給、送球の正確さ、強権であることなどが重要となる。また、他野手との連携も重要であり、特に共に二類ベース付近を守る二類手とは、牽制球や投塁の際のベースカバーとバックアップの連携から、 閉察に際する素早い補給と送球の連携まで、高度で多彩な連携が求められる。また、左翼手や、中堅手が打球を処理し内野に送球する場合には、送球の中継に入って、内側野の橋渡し役、カットプレーになる。多くのプレーに関係し、ボールに触る機会が、全ポジションの中でも、特に多いため、最も高い運動能力や野球センスを要求される。 内野手であるとされ、多少打撃能力や体格に劣る選手であっても、瞬速、強権、剣手などを兼ね備え守備力に長けていれば精鋭遊撃手に定着することが多い。その上で、高い打撃能力や恵まれた体格を持ち合わせていれば、大型遊撃手などと称され重宝される。特に、プロ野球では、プロ入りご要求される力量がないと判断されたり、 故障や加齢によって能力が衰えてきたりした場合は、直ちに他ポジションへコンバートされることが多く、一般的に守備能力が衰えるとされる30歳、大半ばを超えても遊撃手のレギュラーを守り続け選手は少ない。ただし、今まで遊撃手を務めてきた資質から、コンバート先のポジションで名手として活躍する場合もある。日本のプロ野球では、 ボールに対する抵抗の少ない人工芝を内野に使用した球場が多いため内野ゴロがより早く守備位置まで到達するので補給できなかった場合でも体の正面で止めてボール前に落とす打球処理方法が基本とされる一方内野に天然芝を多く使うアメリカの野球では打球の速度が落ちるので前に落として打球を処理していたのでは一塁への送球が間に合わなく ナルタ、補給の確実性よりも素早くアウトを取る能力を求められる。そのため、体のひねりを利用して素早く送球動作に移ることのできる逆シングル補給を積極的に行うように指導されることが多く、中には真正面の打球であっても逆シングルで補給する選手もいる。左投げの選手の場合、ボールを補給してから一塁手へ送球するまでに、 体の向きを変える必要があり、右投げに比べわずかではあるが処理に時間を要し、一塁手を除く他の内野のポジションと同様、遊撃手も通常は右利きの選手が務める。メジャーリーグにおいては、カルリップ県の登場以降、遊撃手も打撃力が必要不可欠なポジションであるとのイメージが強くなった。特に、デレクジーター、アレックス・ロドリンゲス、 ノマー・ガルシア・パーラの3人は1990年代に三大遊撃手と呼ばれ、リプケン以降の打撃も守備も兼ね備えた新たな遊撃手像を体現するアリとなった。2000年代に入ると、ロドリゲス、ガルシア・パーラに代わって、マイケル・ヤング、ミゲル・テハーダを加えた3選手が、新、三大遊撃手と呼ばれていた。ただし近年においても、ポジション別のアップスなどでは、 遊撃手は外して外野手や一類手、三類手よりも低くなっており、まずは打撃よりも遊撃を守れる、守備力が要求されていることに変わりはなようである。選手の総合評価指標として知られるウォーでは、保守に次いでポジション補正値が高い。アメリカの野球黎明期、投手の両隣に二人の守備者がおり、打者のすぐ近くで守ることから、ショートストップの名称で呼ばれていた。 時代が進み、二人いた、ショートストップは一人となり、当時は二類の類上付近に構えていた二類種と、当種の間を守るようになる。日本に野球が普及したのはこの頃である。さらに時代が進み、二類を守っていた二類種が一類寄りに位置するようになくことで、遊撃種も二類と三類の間に移動し、現在の守備形態となった。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。